勝者を発表してもらいましょう。今回の挑戦、はい、勝者はえどっち、田村、え、青春、あ、じゃあやった、青春の勝ちはい、それで今回青春でございました。いやでも今回嬉しい、なんかあんま勝った感ないですけど、え、勝った感ないですね、全然、まあ、ただただ俺らゲップしてただけだからね。そうですよね。今回はでは私入江が、はい、罰ゲームに挑戦しますので、罰ゲームは何ですか。令和の二宮金次郎ですと。重いバッグを背負って、はい、裸足で足つぼマットの上を、はい、に立ちながら、童話桃太郎を朗読します。あ、桃太郎を読み切るまで歩き続けないといけません、はい、まあ何するのかな。俺らさっきゲップしながらイケボールでセリフやってっからさ、今更こんなの多分余裕だと思いますけど今更こんなの多分余裕だと思いますけど、多分余裕だと思いますけど、アトミックモンキー、アトミックモンキー田村誠純です。ですね、僕とレオナさんの勝負でゲップイケボ対決ですね、僕が勝ったのでレオナさんに今から罰ゲームを受けていただきたいと思います。その罰ゲームの内容が、令和の二宮金次郎ということで、重たいリュックを背負って足つぼをずっと歩きながら桃太郎を朗読していただきたいと思います。準備はいかがですか。はい、入江レオナです。その令和の二宮金次郎がさ、はい、まるで一般的に浸透してる言い方やめないねえから、そんなことは。あの令和のあのじゃねえよ。どうじゃねえ。あと二宮金次郎別に足つぼやってねえからしょってるだけだからしょって本読んでるだけだから。そうですよね、まあ、ここは令和要素ってことですかね。そうです、新たに尖っていこうということですよねじゃあやろうか。はい、お願いします。この重いなこれ、すごい、なんて何入れてんのこれ、石、何が入ってるの。人とか入ってる。すごいよ、人とか入ってておかしくないいやすごい重いよマジで。これちょっと音聞いてもらうから、落とした時の音すごい。落としていいもんなんですか。落としていいもの。やばいやばい、やばいやばい、死ぬって、人死ぬって。死んだ今体だけは痛めないようにしてくださいただね、はい、俺足つぼめちゃめちゃ強いのよ。あ、そうなんですね。本当に暇になったら足つぼしに行くくらい、はい、足つぼ好きだから全然多分痛くないと思う。痛くない可能性あるんで、痛くなかったら痛がっていただいていいですか。やらせしろって言ってた。やらせはダメですよ。だ、まあ、でも痛くなかったら痛くないって言うよ。はい、俺ね一応ギブアップありなんで。いや、もうレオナさんに限ってギブアップありありだとしたらタイミング今だよ俺長くないと思うだろう。ギブアップすると思ってる。そんな痛いんですか。やってやるよ。俺の扱い方分かってんな。で、いきます。お願いします。はい。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。あーちょっと待って、どないしちゃった。うるさいよレモナさん、どないしちゃった。ちょっと待って、物語の続き聞かせてーな。ナイフ、ちょっと待って、ナイフついてるの見ていい。ナイフついてることあります。ナイフついてないですよね。もう一回最初からやっていい。はい、ナイフ、桃太郎からお願いします。はい、あ、そっか、はい、桃太郎、はい、昔々あるところに、うん、おじいさんとおばあさんが住んでいました。うん、わあ、ちょっと待って、ナイフついてる、ナイフついてる。よく見てください。あれ、あれついてないですよね。え、ナイフついてないんで、マジ、ちょっと桃太郎から早くやってもらっていいですか。聞きたいん、続きが気になるんです。続きなんだお前、聞いたことない。そっちの欲求なの。もう早く桃太郎どうなるんだろうっていう。そっか、じゃあ教えなきゃな。桃太郎、はい、昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。うん、おわー、死にたい。住んでて、どうならなかったの。おじいさんは山やしばかりに、うんうん、お母さんは出てこい。痛い痛い、すごい痛い。無理だ、これギブアップ。無理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 、全然無理、全然無理だ。はまだおじいさんとおばあさんしか出てきてないんですけど。なんだろう、今お母さんって言わなかった。そう、なんかお母さんがいた。お母さんいたら桃いらなくね。多分痛すぎて精神的にお母さん頼っちゃったんだと思うんですね。マジ、そんな俺潜在的にマザコン、潜在的なマザコンが出ちゃった。マジか。じゃあ青春、え、僕一回一回マジでナイフあっから。なぜか青春もやります。でもマジ青春一回経験した方がいい。絶対嘘でしょ。マジで僕そこで座ってて、レオナさんやってんなと思いました、ね、いや俺もやってんなって思われてんなって思った。やっちゃってんなと思ってました、ね、俺もやってんなって思われてんなって思ったんだけど、本当にちゃんとリアクションできた。やばいよ、ナイフオレンジ色ですよこれ。いや関係ないだろ別に。こんな優しい色なの。オレンジ色はまあまあ痛そうだ
じゃあ聖人ちょっとやってみて。はい、タイトルから教えて。桃太郎でしょうね。昔々そこはいいのよ。あるところに、うんうん、そこはいい。おじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに。お前感覚死んでんのこれ。おい、おい待て待て、読むな読むな、自然に読むな。待て待て待て、おいストップ止めろ一回。止めろ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 。やってねえよ。マジでふざけんなお前。おい、お前一生懸命、おい、お前一生懸命やるんじゃないよ。ちょっと待ってよ。聖人もう一回言って、もう一回言って、もういい、桃太郎なんか置いていい、桃太郎なぞ置いていい、ちょっと言って、もう一回言って、もう一回言って。すげえぞ。浦島太郎が、浦島太郎が浜辺を歩いていると亀を、ほらほら、嘘だろ嘘。ちょっと待って、戻れ戻れ戻れ、今どこ戻れ、今どこ戻れ、今どこ戻れ。もう一回、もう一回、足踏みじゃん、足踏み。かわいそうに思い亀を助けてやりました。そしてその亀はお礼にと浦島太郎を竜宮城へと連れて行ったのでした。やってんな。チャンネル登録よろしくお願いします。ほらほら、そこやばい、そこやばいです、そこやばい。動けない。アトミックモンキー。